中村直人は日本の報道記者フリーアナウンサー大阪府出身1981年4月 TBS にアナウンサー19期生として入社1987年報道局に移動しアナウンス職を離れ報道記者に転ずる TBS ラジオ編成局ニュース情報部担当部長を歴任し2017年9月 TBS テレビを 定年退職し、フリーとなる。慶応義塾大学法学部卒業。1981年4月、TBS にアナウンサー19期生として入社。当初はアナウンサーとして様々な報道番組のキャスター、レポーターなどを担当。その後1987年に報道局に転属し、経済、政治部門を中心とした報道記者として活躍。 1999年から中村直人ニュースプラザのメインパーソナリティ及び TBS ラジオニュースデスクを務めている。2017年9月 TBS テレビを定年退職フリーで活動。家計が代々銀行員で名前の直人は本人出生時の大倉大臣一万田直人から拝借したとのこと。久戸という SNS のユーザー名にもあるようにとどにを 自他共に認めている。阪神タイガースのファンである。爆笑問題の日曜サンデーのラジオサンデージャポンコーナー内で阪神タイガースの話題に触れることがある。連合通信放送業界速報ニュース2012年10月3日付。スリー放送関係7。アナウンサーの活動記録 TBS50 年史資料編東京放送東京放送2002年1月。 239ページ。1 9 8 1 4十9期生2人入社。柴田中一中村直人。TBS アナウンサーの動き。TBS50 年史付属資料。ハイブリッド検索編東京放送。東京放送。2002年1月。27から28ページ。8 1 4十9期生2人入社。 柴田修一中村直と中村直とインスタグラムインスタグラム2017年10月1日閲覧 AB3 放送関係7アナウンサーの活動記録 TBS50 年史資料編東京放送東京放送2002年1月239ページ中村直と R 荒川共慶デイキャッチニュースキャスター TV おはようニューススポーツハット ABTBS アナウンサーの動き TBS50 年史付属資料ハイブリッド検索編東京放送東京放送2002年1月28ページ中村直人 R 荒川京計でキャッチニュースキャスター TV おはようニューススポーツミュージックプレゼント後期2018年3月19日同日閲覧 ありがとうございます。